ようございます。堀江里穂のリホリック、本日も今日は7話目です。抽選番号は7番でした。今ね、入店始まりますんで頑張ります。みんなゾロゾロ行くね。どこ行くんだい。北斗行きますよ。はい、私の狙いも今日は北斗です。はい、というわけで、狙っていた北斗取りましたので今日も実践していきたいと思います。今日こそ夢の無双転生入れたいと思います。頑張ります。あ、これチェリーですね。適当ですよね、左。はい、左は適当じゃないです。え、なんだっけ。左は白バーを狙う。そうです、弱チェです。ここが今日、はい、はい、中押しするときは絶対に集団に止まります、うん、今日チェリーの。帰ってから後悔するタイプで、あ、なんか前回第6回目のバイオもなんか設定5、6は出たけどやれてない、プラスめっちゃ疲れてる、あー、やば無理みたいなやっぱ多かったし、うん、だからね、毎度毎度思うんですよね。あれはでもああなりますよ、あの展開はああなって正解だし、じゃあそうなってもおかしくないように、うん、あの長時間実践してるわけですよ、うん、だから問題ない、うん、せめて見せ場があればねって。これはいいんですよね、普通で。はい、それは普通で大丈夫です。ベルがこっちに止まったら、そうですね、ベルが中に止まったら、うん、そのまま適当で大丈夫です、はい。お、サウザー何も引いてない。それか私が分かんなかっただけかもしれない。さっきの弱地ではないですよね。弱地で発展はかなり薄いんで、弱地で発展したら多分当たりますね、うんうん、入れば。ダメだった。むしろやれないのがきつい。手でかやばくないですか今。ほら顔よりでかいよ。確かに指ポキは降格のチャンス、うん、もしくはあのレア役なんで、うん、小屋降格いると思います。天国か、はい、すごい初めて見た。あ、右敵と左がシル、あ、リプレイ、リプレイ転配してるから、うん、適当でいいです。リプレイです。リプ、あ、すっごい弾けた。あ、回る、くるくるのやつだ。あー、あー64ゲーム、はい、話早い、早っ、やったー。もしかしてだけどなんか引いた私6とか。全然謎当たりあるんだったら6ありますね。そうですか。わ、うれしい。ちょっと一旦ウーロン茶飲んでいいですか。ウーロンティー飲んじゃう。最近麦茶にハマってるんですよ。え、ウーロン茶じゃないじゃないですかそう、麦茶、茶色い飲み物は全部ウーロン茶なんで。あー、あっかー、初赤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 だよ。投資はですね、3000万円、3000円です。初めての赤、しかも朝一の赤、嬉しい。すでに私一つのことを同時にできなくて、なかなか、はい、あ、そうだからここで、お、わーって言ってる。お、ジャクチェ、なんかナビ見ながら、ナビで123って押せって書いてあるじゃないですか。でその通りに手を押さなきゃいけない、喋らなきゃいけない、頭がパニックです。朝一パニック。あー、さあ最初の継続 79% だったら即落ちもあるんで、
うん、そうですよね。私の、うん、私のことなんであります。即落ち怖いよ。頼む。どっち？あー、ラオウだよ。しかもプレイ多め。よかったですね、メダル減らなくて。こわ、うん、お、避けた。避けれるじゃん。いや本当に、はい、帰れ。やったー、嬉しい。どうしよう、ワンマイ出しちゃうかもしれない。マン、お願いします。はい、待ってます。私今あのガポリっていうサミーのブラウザのゲームがあるんですけど、それで北斗の拳やってるんですよ、家で。その感覚があるから、そっちのゲームではね、無双転生バトル、あの万枚2回取れてるんですよね。すごい、おめでとうございます。最近それにハマってて、自宅にいるときは。でもね、見たよって言ってくれた人も何人かいたんですけど、このガポリの今流れてるのかな、7月21からあの全国の地上波のテレビ CM に出演していますので。堀江さんが、はい、私ね、同じグラドルの友達からホテルでくつろいでたらリホリンガーって言って LINE 来たんで、嬉しいね。ここここ、よし、セット目。赤ですから。あー、感じた。あ、これどうするんでしたっけ。追加、右は赤7の2つ、3つ下。え、狙えない。あ、でも巻き替えの可能性がある。あ、継続してて書き換えたら、うん、無双転生チャンスありえるんですけど、攻撃当たればいいんですよ、まず、うん、当たらない。受け止めた。攻撃の種類にもよるんですけど、はい、当たれば、まあ、無双転生のチャンスになります。よし、おお、まあ、サウザーなんでベルの勝率低いからシックレーを引いていきたいところなんですけど、アベルでも勝つことはある。ネクスト、アベルよ。プッシュ、ダメでした。頑張ろう。やばい、ダメだ。気持ちが影響すると全てに影響してしまう。堀江さん、手土産を持ってきてくださったらしくて。あ、嘘、ありがとうございます。そう、うん、そうそうそう、スタッフさん面白い人でしょってファンの方からいただきました。嬉しい、ありがとう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 。あー、めっちゃ叫んでるけど。キック、絶妙ですよね、キックって。絶妙です。うわー、ウケる。面白いの方かと思った。あ、違うよ。ウケるケンシロウじゃないよ。ウケてしまうのねっていう。クモは動いてない。あー、行くよ。
赤終わってしまった。まあそのデフォルトボイスではあるんですが、はい、何より朝一謎当たりっていう強みがある。はい、承知しました。頑張りましょう。ね、まだ堀江里保5、6周が全く思い浮かばない。むしろ別に思い浮かぶ必要ないですよ堀江里保広辞苑があるんですよ。そうなんですね。そうなの、広辞苑になるぐらい多いってことですね。そう、堀江里保広辞苑、あんまりね伝わる人いないんですよ。なるほど。そう、そのあれですよね、いわゆる会話が伝わらないってことですね。会話が伝わらない、だからすごい悩みそれ。なんでこんなに言いたいことが言えてないんだろうって。堀江里保広辞苑のコーナーみたいなの作りますか、アイキャッチで。そうですね、前回リホリックの第6話で、バイオの寝台ベンデッタ打ちましたけど、で、まあ、5、6だったわけじゃないですか。でその後ちょこちょこいろんなね解析が設定差とか出てきたけど、5、6掴んで何っていう印象がちょっと今現状強いんですよ。前回打った感覚とその数字を見ると、だからまたリベンジはしてみたいなとは思うんですけど、まあ AT の性能が高い台なんで、はい、まあ、そこに振られてる感じですよね。下でも AT やれれば出せるから。まあそうですよね。やっと神谷いる。待っていたぞラオウ、いいね今日この調子いいですよ。やっぱりリホリックは回を重ねて今日は7回目ですけど、まだスロットだけで勝ちで追われてやれてないので、うー白大爆発白、早く聞いたことに意味がある。 A A ってやめたい口癖。あ弱中でした。おじさんみたいじゃない。お、スイカでした。弱のスイカ。うぜえうぜえ、続くとうぜえ、やばやばまで行っちゃう。やばい、面白い。サウザーよし。まあ、リプレイ引きたいところではありますね、はい、ナビが出てしまった。まあ、ベルでももちろん勝利抽選してるんですけど、あお、リプレイかチェリー、適当でいいですね。右は適当でいいですよ。お、チェリー確定です。レア役は確定。強手で、ここからお友達が参戦する可能性があるんで。お友達、はい、ベッドでシャオとか行ったら、うん、もうだいぶ嬉しいです。押すよ。あの無双転生チャンスに入るチャンス。うっそ、無双転生チャンスのチャンスですね、はい、チャンスのチャンスのチャンスのチャンス。よし、さあこの後なんですけど、基本的にレイは先制するはず、はい、うん、止められる。まずはレイの攻撃に注目ですね、はい、一番強い攻撃がインコ。すくってすくってシュッと指先を出しまして、まず通常攻撃で、まあ当たれ攻撃が相手にヒットすれば、はい、無双転生チャンスの、期待度が上がります。当たらない。
思った。まあでもゼロじゃないと思うんでボタンが出てくればいい、いいところで引けたと思いましょう。はい、しょい。どう、うわー、結構嫌なやつ。私はこれ、キック、キック怖いよね。キック怖いです。ケンシロウは私キック弱いイメージ。頼む、動いてない。うわーきつー、押したくない。あー、うっそー、2連。はい、ボイスもデフォルトでした。なんかね、また前回みたいに早い段階で、あ、これ一日打てるぞみたいな確信を持てたらいいんですけど。うー、すごい、震度8って感じです。お客様、こちらの着る意味ありますか。服はあるようでないんですけど、ないようであるんです。お、逆、考えるべきことじゃないんですけど、はい、誰がいつこれを歯ブラシと決めたんでしょうみたいな。いや、決めた人がいるから歯ブラシは歯ブラシなんですよ。で、ただそれだけ。私が今からなんか新しいものを作って、これをお芋さんと呼びなさいって言ったら、みんながお芋さん取って、お芋さん取ってってなるんですよ。ただそういうことですよね。なんだこの無駄な時間は。通常時です。もうリンもしびれを切らして行ってしまった。やっとスイカ引けた。43ゲームです。え、じゃあスイカで刺さった、こんなに私ラオウに出会えない。シー、見てこの手。どうしたの、何その手。白出てきた瞬間私もこうなりそうだった今。ギャーって。危ない危ない危ない、ちょっと勝手な人間の野生心理行動をしてしまいました。落ち着け私。お願い、
ジャックか。避けました。瞬発力、大爆瞬発力、大爆戻っちゃった。何子供に幼児対抗ってこと。ごめんなさい、もう日本語意味不明女ってタイトルにお願いします。ここでジャックだ。今のところで引く意味って何かあるんですか。継続率の格上げもありますし、無双転生チャンスの抽選もありますね。とっても意味のあるスイカですね、はい、本当に意味あります。何や、パンチよけろよけた、イエーイ、うまい。うちの子パパがケンシロウ18歳のはずなんで、あら、そう、堀江さんがあの10歳ぐらいの時に産んだことになる。わー、痛かったもんだって急な社会問題。ええー、あ、強水化こっち側、はい、斜めだったら強水化ですね。まあビタ押しじゃなければですけど。あ、リーチ迷惑だ。無双転生です。嘘、多分無双転生行きます。後ろの2人とカメラで目が合っちゃったリーチ迷惑も設定差あるんですよ、はい、え、初1万6000から8192分の1なんで本当に高設定の可能性が出てきてる。すごいキラキラした音しましたもんね。そうですね、いい音した。え、どうしよう、手が震える。無双転生チャンス行くね。あー緊張する。ラスト13ゲームね、はい、一応、はい、ベルレア役、うん、バーゾロイの、当選期待度は全部1対1対1になってるんで、はい、うんうん、どれで当たってもおかしくない。なるほど、33パーよ。緊張する、やばい。びっくりマーク出たよ。レア役チャンスよ。あー緊張する、どうしよう。ジャックだ。あー見えなくなる、こういう時に。最高最高最高、やばい、震える。マンマイチャンス、人生初めてマンマイチャンス。じゃあ頑張ります。嬉しい、いい、どうしよう、すぐ終わったら。まあまあまあ、でここから残りのゲーム数は、はい、V ストックかな、あ、うん、V ストックの抽選になりますんで、はい。え、今日は有言実行できた。ついにやりましたね。でもついに今まで一回も北斗やれてないじゃないですか。一回もない、ついに。すごい、まあ焦点はするっしょ。あ、あれね、これみんなやってるやつ、なんだろう、あれ。いや、ありがとう、やっと行けた。かっこいい背中。うん、ネクスト無双転生行ってきます。初うわー、キラキラー、すごい、ありがとう銀河鉄道に。鉄道要素ないっすなんか桃鉄やってたら一人で銀河に行ってる感じ。知らない。嘘、桃鉄は私の方が詳しいかもね。そうですね、
とりあえず、まあ、自分のスロットの最高も超えたいですね。3000とりあえずいけば表示最高超えれると思います。はあ、よしよしよし、かっこいい、全然違う。あ、これこれこれ、このポーズ。やっぱラオウ強っ。全員で行っても耐えた。でも勝ったよ。キック避けるの？あ避けてるからこんなにいっぱいいるんだ。これも大丈夫だったり。お、すごい。まるで夢の国にいるみたい。いける。マミヤ、初めて見た。あ、これ4の倍数以外で、うん、あの仲間が出てきてるんで継続濃厚のはずです、ね。本当ですか、チェリー。お、いたたたたたたた。しかも突き刺してるから。かわいそうラオ。でも立てるから大丈夫。そっか、じゃあいいや。急に突き放すじゃん。ボタン出てきますよ、この後。出てきた。はい。うわー、想定性ボーナス。どうしよう、こんなにいいことあっていいのかな。わ、すごい、かっこよ。めっちゃかっこいい、かっこいい。ラオ好き。お、揃えば武装。お、お、喋った喋った喋った、揃います。やば、揃った。ネクスト攻略パートをやってしまーす、はい、動いてない。あるある、全然ここ、無双転生中は。しゃー、お、ジャギー、よーし、取りました。いける気がするよ、調子よき。お願い、避けろ。うわー、当たっちゃった。動いてない、動いてない。ふう、ここからや。悪いよ、シーン&ゾー縮むって。よし、続きました。よかった。あ、そっか、もう天井に行きたい話ですもんね。あー、お願い、どうしていつもラオウなの、答えなさい。いやー、最初から、うわー、しかも爆弾、爆弾やだよー、受けるし。大丈夫、雲と雲、雲雲雲。頼む。いいえ、そんなんでは動いてない。あるよ、まだね、無双転生ですから。行くよ。
ケン会いたかった。うわ、嘘と言ってください。リホリック、本日のお昼はこちらです。ふかふかのご飯です。もう寝たいですね。この上、雲の上のベッド、タイトルで、お漬物、赤だし、見て、お刺身プリプリ、そしてじゃーん、焼かれてしまったサバです。美味しそう。いただきます。ダメだよ、嫌です。大丈夫です。嘘、意地悪するの。ノーズノーズ。会おうなんぞいませぬ。マジマジ出会うじゃん今日。ほい、1215ゲームラオウちーねー、出会ってしまった。あ、狙えなかった、もうダメ。お、え、何これ、嘘、今赤7を狙えで、うん、狙ってれば左が外れてたんですよ、うん、これ赤7ゾロイジの何十分の1とかで、うーそー、北村くんは無敵だ。北斗神拳、あ、北、何言ってんのかと思った。もうやばい、何も見えん感じ。落ちメダルで当たった。142枚残ってます。来た、ええ、それはやばい。あおー、まあ 84% かな。よし、頼むぞ、頑張ろう。あ、しゃべった、継続期待の激高ですね。イエーイ、これだけで安心感。はい、嬉しい。はっ、継続。勝負。いけた気がする。どっちだ。あー、やだね、一応やだね。94% とはわけが違いますからね。 うわ、しかもやばい。いやでも結局 84% 以上だから豪勝波を避けるとか、豪勝波で立ち上がるっていう高継続示唆のパターンが出ることもあるんで、期待しましょう。それに受ける、受けてしまいました。頑張れ、雲動いてない、ダメー、 84%。
終わりました2連やれないや。実戦終了しました。はい、お疲れ様でした。見ていただきました通り、今日は初めて、無双転生バトル入れることができ、黒と揃いまで2個もできました。その結果は発表しますね。投資が138枚、そして回収が396枚。おや、あれ北斗やりました。そしてサマイがプラス258枚。なんと複雑な感じなんですけどもね、え、複雑すぎる、うん、嬉しいんだけどみたいなという結果になりまして、まあマイナスではないので、結果的には良かったんですが、もう少しメダル残したかったなーっていう気持ちでいっぱいです。まあ、派手なことをしたにしてはちょっと寂しい感じですよね。いやー寂しすぎますね。いやもう何あの時まんまいいとかってなんか言ってたなーなんて思っておりますが、まあまあまあ、ね、ところどころ出したメダルで、挑戦して、遊べたので、まあ、今日も本当に楽しかったです。そしてファンの方も来てくださりましてありがとうございました。はい、というわけで、リホリックなんですけれども、これからもたくさん頑張っていきたいので、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは次の動画で皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。今日もリホリックの収録ありがとうございました。そして最後まで見ていただき本当にありがとうございます。いつも応援してくれるみんなのおかげで、頑張れるので、これからも、よろしくお願いします。今日は頑張っちゃうぞとのことで、これからジムに行ってきたいと思います。頑張ります。ありがとうございます。